はい今回は茨城県モルタル事件と氏家美穂容疑者について調べていきたいと思います、えーまあ、気になった方、よかったら最後まで聞いていただければと思います、えー、この事件ですね、えーまあ、モルタル事件とか、まあ、あとコンクリート事件とかっていうことがさまざ、あ、まな名称で呼ばれるんですが、えーまあ、この氏家美穂っていう、えー、人がです、ねえーまあ、容疑者、えー、犯人であるということで。 え、まあ、この人に関して様々なことがえ言われていますえ、日本で起こるえ、非常にえ巨大事件です。え、この事件というのは最初に言いますが、まあ,あのまあ、難しいんでね。えま、僕のまあ,あの考えなんで。 まあ信じるか信じないかはあなた次第ですということで、リスナー様のご判断をお任せします、えー、間違ってるかもしれないので、えーね、絶対正しいとかってそんなことも言わないですし、えー、まあ僕がこう思うということで、この事件で思ったんですが、えーまあね、いつもお話ししている、えー、まあ日本の,まあその、まあ、<coughs> 裏側で悪さ、犯罪を、えー、人する人たち。 えーまあ、そ,のそのグループの、ねえー、犯行の手口が最近すごくなんかこう巧妙化してきたんじゃないかと、えーまあ、僕は思うということです、まああの。リスナー様はこの事件をまあご存知か、まあ、ご存知で、えー、ないかあとはです、ね、この事件に関してはあまりこのまあ僕の話すような切り口を、えーまあ、話さないと思うんですが、まああのまあ、これってのも非常にまたおかしいことがまあ出るなとは思うんですよね。 まあ日本のまあ、えー、巨大事件、えー、日本の巨悪事件だと思いますが、えー、真相がですね、えー、これわからない、えー、と感じる、えー、このまあ難しい事件を、えー、考えていきます。この事件というのは。 えーまあ、事件全体を見ても、えー、どうかなと思うんですが、えー、個々細かい点を見ると、ですね、えーまあ、報道であったり、えー、分かっている情報であったり、えー、そういったことを見ると、まあ、おかしいなと思うところがあります、もちろんですが、はっきりとっては分からないし、別にそれ以上は言えないんですが、この氏家美穂という、えー、人間が犯人である、えー、可能性が極めて高いです、しかし、その背後に人がいる、あるいは共犯の可能性が、えー、ある。 そこに全く触れない。そして全くその話に触れないように言葉が悪いですが娘の話が出てきたりとか、えー、そういったようなことを、えー、しているんじゃないかと、まあ、僕は思ったりします。 えまず、ですねこれもまあえー、こういう手口で来てんるのかなとかっていうのを思うんですけれども、もちろん、ね、この氏家美穂ていうこの女の人というか、この女ですね、えー、この氏家美穂容疑者って言われてるんですが、まあ、この人っていうのがは犯人の半分とか、えー、まあ部分を担ってるんでとは思うんですけれども、この人に対する、えー、まあ 情報操作をしてるる疑惑があるんですねそれは何かというと氏家、まあ、美穂容疑者っていうのは離婚歴が数回あって借金まみれだというようなことがあるんですね、この人っていうのは、まあ、過去に離婚歴があったということ、あとはですね借金まみれ、まあ、借金まみれっていう言い方もねまあどうかと思いますが。 調べてみてわかるんですが氏家美穂という人は離婚歴があるということは、えー、本当ですしかしですねこの借金まみれというところが引っかかりますこれっていうのは、えー、メディアが煽っている、えー、可能性もありますし変更報道の可能性もありますいろんなことを調べてみると実は違ったんではないかということが分かってみたりとか、えーまあ、こういったような、まあ、偏見先入観を持つことによって完全にこの氏家美穂という、えー、人間に対して、えー、ネガティブなイメージを持って、えー、この女と娘で引き起こした。 えー、巨悪事件であるっていうそういった、まあ、認識を、えーまあ、そういうふうな意図を、えーまあ、してるんじゃないかっていうことを思います、まあ、リスナーさんは思うかもしれないですがモルタル事件とかもそうですしこれね、えーまあ、あのコンクリート事件とかって言われるんで、えーまあ、そういったもう名前からしてもね、まあ、僕はちょっと、まあ、お,おかしいなと思うところがあるんですよ。うんまあ、あの日本本で起こる本当巨大事件巨悪事件件悪の ますすのでこれを考えていきままず順番にねおかしいことがいくつもあるので一つずつ考えていきます。もちろん全ての全体像というのを解明できないんですが一つでも二つでもそして複数あった時点で何がこれというのはおかしいのかというような話です。ちょっとですね事件の内容というのは割愛させていただくんですが一つずつおかしい点を考えていきます。まずここの事件ですねういった おかしいことが一つあります氏家美穂容疑者が犯人なんですが旦那が消えた後にですに、ね、旦那の遺体がちょっとどうなってるかわからない時間があるんですよね、これっていうのはあの調べてみて分かったことなんですけど氏家美穂容疑者がですね旦那を丸した後にですねなんと約数ヶ月間旦那の遺体がどうなってるのかわからないっていうようなことなんですよ。これっていうのは 氏家美穂、えー、容疑者がですね、えー、旦那を丸してすぐ、えー、家のクローゼットに入れたというわけではないんですよね、えー、首を絞めて丸したということになってますが丸した後の、えー、遺体の数ヶ月間この期間がどうなっているかわからないっていうそういった話。うん なんでこういう空白期間が出るのかっていうのもわからないですし、また違ったところに何かを隠してるんじゃないかっていうこと、そして、えー、また2つ目というか、えー、おかしいなということを、ね、ちょっと考えていきます、ここら辺からね、だいぶおかしいことが、えー、多分思われると思うんですね、別に僕はあのそのこの話を勝手にあの思いついてするわけじゃないんで、逆にこういった情報から、えー、このような解釈にあの行き着いたと考えていただければいいんですが。 この氏家美穂容疑者のですね、えー、自宅のクローゼットに、えー、まあモルタルをまあ入れたっていうことになっているんですが、ここに疑問があります、果たして女性だけでこのモルタルとかっていうのを動かすことができるのかっていう話なんですよね、氏家美穂容疑者っていうのは、えー、このコンセントで旦那の首を絞めて丸したっていうことなんですよ、その際に娘にも犯行を手伝わせたっていうことが言われているんで、えー、まあここまでであれば可能かと思います。 藤ジジエミホと娘が協力して旦那の首を絞めて丸したということは可能だと思うんですが、そこから先が大きな問題になってきます、何が問題なのかというと、母親と娘、で家のクローゼットにモルタルに詰めた遺体を入れたというんですが、ここに1つありました、重さにして1 0 0キロ近くこのモルタルはあるんじゃないかということは言われているわけですね。うん はっきりとっていうのはもちろん分かりませんが、えー、亡くなった、えー、旦那の、えー、体重とですね、えー、このモルタルっていうもの、まあ、コンクリートのようなもの,ものかもしれませんが、えー、ある程度の重さをえー、あるっていうことが分かっているので、えー、軽くないと思います母親と娘で1 0 0キロの、えー、モルタルを動かすことはできるんでしょうかそういったものをクローゼットに入れたという事件の設定になっていますが そういったことっていうのは果たして可能なんでしょうか、もしそれをやるんであれば、他に犯人が手伝った人間がいるんじゃないかと、そういったところから出てきます、共犯、あるいは黒幕、うん、そういう、えー、可能性ですね、あくまでも可能性を追及するんで、えー、証拠などというものはもうないんでね、わからないですけど、リスナー様に話したような話がおかしいと思われると思います。 単純に、えー、遺体ですね亡くなった旦那さんの遺体プラス、えー、まあ、砂プラスコンクリートかな、えー、そういったものを合わせた場合は、えー、軽い重さではないと思うんで1 0キロ2 0キロではないですから、えー、まあ、人間の遺体、えー、と砂とコンクリート合わせてまあ、100kg ある、えー、という話おかしくないです9 0キロだっても果たして女性がね、えー 娘が女性と、えー、お母さんと娘が持てるんでしょうか、えー、言葉が悪いですが、えー、この、えー、何で氏家美っていうのに印象が悪いようなことを植えつけて、えー、これでできるんじゃないかと思わせた節がありますが、果たして疑問です。そしてですね、えー 事件をまた違ったふうにあの見せかけているんですがこういったところにもですねよーく調べるとおかしいことがあります氏家美穂がですね離婚届を偽装して書いたっていう情報なんですがここにですねおかしいことがあるんですね 氏家美穂は、えーまあ、借金をしていて離婚したということそしてそこから犯行を丸るしたということになるんですがこのです、ね、離婚あるいは離婚届の際にです、ね、非常におかしいことがあります。ほんのわずかなことなんですが こういったところに事件のおかしさを感じました何がおかしいのかと言いますと宇治江美穂が出した離婚届の文字がですね宇治江美穂が書いたものでもなければ旦那のものでも書いたことがないっていうことが分かってんですねこれ誰が書いたんでしょうかねこの離婚届 引っかかりますねこれお金のことにばっかり目がいくんですが、えー、これも調べればわかっ出てくるんですよ、もう一回いきますよ、離婚届の文字っていうのは氏家美穂が書いたものでもなければ旦那のものでもない、つまり全く別の,この第三者が書いたということ、つまり離婚届を偽装したんですが、えー、そこに、えー、第三者の協力があったという、えー、そういう疑惑です。 当然ですが、離婚届を偽造するということ自体が犯罪行為になりますが、えー、そこに目を向かれたりとか、えー、お金のことに目を向かれたりというんですが、肝心な話ですが、この離婚届を偽造した人間が別にいるということですね、氏家美穂でもなければ旦那でもない、えー、正体不明のこの第三者の関与、えー、ここからも、えー、思います、この事件というのは、えー、この氏家美穂の背後に誰かいるんじゃないか、共犯、あるいは黒幕がいるんじゃないか、えー、そういったことを考えます。こののよううな巨大事件というのは裏に何かを仕組んでるんじゃない かってそういった疑惑ですねマスコミも盛んに煽ってますが宇治恵美穂は借金まみれでとかどうとかって言ってますがこの事件を調べてみたらおかしいなと思ったことがありましたいろんなものを塞いでいますが実は塞げないものがありましたそれを考えていきます氏江美穂が犯行を起こした理由っていうのは金銭目的ということになっていますが果たしてこれが本当なのかっていう話です えー、頻繁にマスコミが煽おっていますが、借金まみれである、えー、金が必要である、えー、そういったことから、えー、この人、えー、犯人であり、何をしでかすかわ、えー、からない、えー、そういったイメージを煽っていますが、えー、どうなのかということを調べてみましたた実はちょっっとと違ったんじゃないかかこがりました。 氏家美穂っていうのはもうイメージが悪いんですよ、別にこ,このえ女の人を、ね、擁護するとかっていうのはないです、あくまでも事件の真相追及、事件の裏側にどういったことがあるのかっていうようなことだと思うんで、えそれを考えていくんですが、氏家美穂は旦那の金を使い込んで借金まみれだった、金に困っている、金がないから犯行に及ぶ、何,何をしでかすか分からない、金に汚い人間がある、金に汚い人間である、そういうイメージを煽っています、しかし、近所の人の証言でこのようなことがありました。 この証証言、言全く、えー、全てが嘘ででああるると思われる証言であります。氏家美穂容疑者はいつも同じ洋服を着ており質素な生活をしていた子供にはできるだけいい洋服を買ってあげていたこのようなことがあります。 これも僕は思うんですがこの氏家美穂という人のですね、悪い写真、一部を切り取ってイメージを悪く植え付けていたのではないかという,そういった疑惑があるんですね。なぜこういう証言が出てくるんでしょうか氏家美穂容疑者はいつも同じ洋服を着て質素な生活をしていた。 子供には、えー、なるべくいいお服を買ってあげていた、質素な生活をしているということなんでお金がなかったのかもしれませんが、えー、果たしてど,どうかと思いますね、お金に困っていたにしても、えー、この質素な生活をしているということと、お金を無駄遣いして、えー、お金に困っていたとか、あとお金に困っていたから犯行に及んだんだとい,いうのは、話を、えー、事件の方向へこう無理やり誘導している、えー、誘導先があるんじゃないかということを思います。先ほどのですね、えー モルタルの重さが不自然であったり、えー、遺体がです、ね、その後消えていたりあったり、えー、離婚届を誰が書いているかわからないという時点で、複数のおかしいことが出てきたわけですよ、そしてこの金銭の話に調べてみたら、おかしいことがあったと、うん、この事件、す、え、べ、ー、てではないですが、また何かを隠している、えー、疑惑がありますね。 そして、えー、この事件でですね、よく話に出るんですがこれもここにこうあの目を向けさせようかなとかって、まあ、僕は思ってるんじゃないかと思うんですが、えー、娘の発言っていうのが、えー、あるんですがこの、えーね、茨城県モルタル事件の、えー、娘の発言内容っていうことなんですが、えー、犯人である氏家美穂がですね、旦那を、えー、首を絞めて丸くさに娘に手伝わせたっていうことになってるんですがあ、まあ、そうなのかっていう,ふうに思うんですが。 まあこれは別に僕は専門家じゃないんでわからないんですけど。 一つ引っかかるることがあるんですね娘はクローゼットに入って遺体の匂いを嗅ぐのは嫌だったっていうことなんですが分からないですがモルタルに詰めている以上遺体の匂いをどうやって嗅ぐんでしょうかね何かを開けてえ匂いを嗅ぐんでしょうかえ物理的に無理だと思うんですけど僕この件に関してえ、まあ、おかしいなと思いますねで、まあ、あの娘はなんかあの調べてみて思ったんですがあの、まあ、精神的にちょっとあのめいっているっていうかえそういうようなことを持っている娘である ということなんでそこをこう悪く娘も利用されたんじゃないかっていうことを思いますなあこれっていうのはもうあの式っていうかもうえ筋書きが決まっており fg、えー、美ほっていうのは例えば金に汚いであるとかそういうマイナス家イ,イメージを売り植え付けて娘にも反抗を a、えー、まあ まあ協力させたっていう、まあそのまあね、最低な女であるということを煽るんですが、えー、先ほど言いましたが、えー、物理的におかしい部分が複数点出てくるんですね、うん、最後にこれを考えていきます1、えー、人の女性と1人の女の子でコンクリート生き埋め事件というのは、えー、できないのではないかというこの事件の最大の謎です。 これっていうのはどういう経緯でこのような事件になったかということが分かりませんが先ほど僕はリスナー様にお話ししましたが事件の筋書きはこうなっています氏家美穂と娘が犯行に及んだということなんですが。 このモルタルっていうモルタルタ事件っていうのはまあ大きく言えばコンクリートとまあ同じっていうことなんですね、えー、丸してから、えー、コンクリートの埋,埋めたのかなんだかっていうのもそれも分からないですよ、まあ、首を絞めて、えー、丸,丸してから、えー、まあそのモルタル、コンクリートに詰めたのかあるいは生き埋めの段階でね、えー、まあ半分、例えば生きているのにコンクリートに詰めたのかっていうのは分からないんですがさっきお伝えしましたが、えー、このモルタル、コンクリートの重さが約1 0 0あるっていうことなんですね。ね僕らは関係者では ないんで、えー、その状況を見れないですが1 0 0キロの重さのものを果たして女性と娘で2人で持てるのかって、えー、簡単に言ってますけど。 母親と娘で1 0 0のものをクローゼットに入れたって言ってますけど、これっていうのは無理ですよ、僕僕はこれは無理だと思います。えー、前、他の事件でも言ったことありますが、えー、もうこのね例えばモルタルに詰めるとかコンクリートに詰めるっていう時点で、明らかにこれっていうのはもう脅迫犯,犯罪なんですが、そういったことっていうのは言葉が悪いですが、普通の人間には多分できないんですね。組織ああるるいいいは、えー、そうそう,いうまあグループのの、えー、犯行である可能性が非常に高ししか全しくこの事件 に関してもそういうことが言われないんですねそういうことを言わせないためにうじいみほっていうのがおかしいんじゃないかってこいつはやるんじゃないかっていうようなことを、えー、言ってますあとですねこの えー、茨城県のモルタル事件というのは、えー、藤江美穂、えーまあ、容疑者がですね懲役23年ということが休憩が決まっているので、ここにまたね、えー、もう目が行くわけですよ、懲役23年は、えー、判決が、えー、短いんじゃないか、えー、どうとかなんじゃないか、ね、その際に必ず話に出ますが、娘を使って、ね、非人道的な犯罪を犯したというんですが、ここで先ほど言いましたが、物理的に難しいという可能性が消えていますね、うん、こ,れこの事件というのも、えー、日本で起こる巨大事件と同じです。 誰がどこにいるか分かりませんが、氏家美穂の横にです、ね、共犯、あるいは背後に黒幕、その人間がいた可能性が非常に高い、いたというか、いる可能性が非常に高い、つまりこの事件、茨城モルダル事件のからくりというのは、 宇治上美穂という犯人をです、ね、前のフロント部分に出してこいつの単独犯行だということでまたしても共犯、あるいは黒幕が隠れたというそういう話です、先ほどからリスナー様にお伝えしましたがモルタルに詰める、コンクリートに詰める、お母さんと娘2人では行うことが難しい事件であると思います。 わ、えー、かりませんが、えー、この氏家美穂を、えー、犯人として出して裏では何をしていたかわからないという、まあ、この日本の、ねえーまあ、裏組織がやった、えーまあ、日本の闇組織、日本の巨悪事件というのは、必ずこの人間たちが出てくる可能性が高いんで、普通にね、例えば、 あの旦那さんを丸して、例えば首を絞めて丸してっていうことであれば、そんなようなことはないんですが、わざわざこのモルタルを使ってとかね、コンクリートを使ってとか、もうなんだろうかっていうことを思いますよね。僕はあの正直この モルタル事件とかコンクリート事件というのを見た瞬間に、ね、皆さんもご存知でしょうか女子高生コンクリート事件という、ね、今もなお語られる事件もありますが、えー、あのような事件、えー、何かがあるんではないかという疑いの、えー、目を持ちます必ずそういった、えー、可能性がどこかにちらつくんですね、まあ、はっきりとというのがわからないんですが、ね、それこそいつもの、えー、パターンでいくんであれば えこの氏家美穂に丸された旦那さんというのは全く別の目的あって蔵丸狩りだったのかねそういったことを行われたのか,何だか今回は分かりませんが、えー、あらゆるものを、えーまあ、隠されて可能性も否定されているということ氏家、まあ、美穂というのはこれは犯人であると思いますただ、えー、どこまでかというのは分からないね、うん、全くの、えー、無実、えー、ではないと思いますし、まあ、0から50%だ何かしら犯行に協力しているあるいはですね氏家美穂が0から100%全てを氏家、えー、美穂 あるいは娘でやったとは僕は思わないんで、えー、まあ事件にえまあ何かしらというか関与していますが、えー、その残りの部分ですね。残りのの部分はえまあその 共犯あるいは黒幕、日本の闇組織がまた暗躍したっていうことが考えられると思います、まあ、リスナー様もも調べていただいてお分かりかと思いますが、このコンクリート事件とかねこのモルタル事件とかっていうのは普通にはできないですから、さもこの普通にするかのように言ってますし、こういうね、 藤井絵美穂っていうのは、えーまあ、おかしい人間であるっていうのをあおってますが、別に僕はこ宇治家美穂の、ねえー、容疑者の別に味方でも何でもないんですが、この事件っていうのも事件を考える際に裏があるなと思ったんで、ちょっと今回取り上げてお伝えしてみましたということで、何かの参考になっていただければと思います。と、えー、いうことで、えー、今回のコンテンツ、えー、こ,こで終わりです。最後まで聞いていただきまして、えー、ありがとうございました。何、まあ、何かの参考になっていただければ、えー、何よりです。えー